はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。生命機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今回もねケンタッキーさん買ってきちゃいました。申し訳ないです。またね、新しいねキャンペーン始まって、お得なやつがねまた出たんでね、ついつい買ってきちゃいました。今回のはね、ファン感謝祭パックってやつですね。オリジナルチキンが3ピースと、あとビスケットでしたっけ、とあとなんだっけ、ポテトね、これのセットで990円ね。お得なんでね、また買ってきちゃいました。500円ちょっとぐらい、まあ普通に買うより、定価で買うよりお安いね、キャンペーンのパックですね。今日はこちらでね、宅飲みやっていきたいと思います。今日飲み物はね、また、キリン淡麗のね、プラチナダブル、プリン体ゼロのやつね、発泡酒、こちらの500をね買ってきたんで、これでいただきたいと思います。よいしょ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあ先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。はい、ではね、ファン感謝祭パックね、こちらポテト S かな、ポテトの S と、あとビスケット、ちゃんとこのシロップもついてますね、うん、とオリジナルチキンね、これ大きい、これは結構大きいのが入ってて、あとはまあドラムと、まあこじんまりしたやつちょっと V の名前は分かんないですけど、これのねオリジナルチキンが3ピース入ってます。これでね、990円ということで、ね、お買い得だと思います。ではじゃあ早速オリジナルチキンから行こうかな。もう部屋の中がね、オリジナルチキンの香りでね、もうすごいことになってて、この辺から行くか、ちょっと部位が分かんないけど、ちょっとちっちゃめかな、これは。こういう、これあれかな、軟骨のところかな。あ、でもここ大きい骨入ってるな、ちょっと待って、なんか倒れちゃう。ここ骨入ってるっぽいけど、でも軟骨のところかなね、なんかそんな感じしますけど。ではじゃあパクッとね、早速いただきたいと思います。いただきます。うん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 、軟骨のとこですね、ほら軟骨入ってる。うんうん、ここ好きなんですよ、私。うん、今日は当たり、軟骨入りのチキンが入ってて、飲み物飲みながらじゃないと詰まっちゃうんだよ。うん、おいしい。最初はね、
あの最初っていうかちょっと今日はあの本当はねあのマクドナルドさんのあの新作のバーガー限定バーガーあっち買ってくるつもりだったんですけど、ついね通りかかったらねキャンペーンやってたんでねこっちにしちゃってじゃあ次はね、チューハイ専科のなんかドライサワーの素で焼酎ですね、うん、これがねちょっとあの少し 20% まで安かったんで買ってみたんですよ。よいしょ、もう手ついてるんですけど、おーちょっと入れすぎた、あこっちじゃないこっち炭酸強炭酸水ね強炭酸水、もうこれも手ついてるやつね半分残ってるやつ、毎回毎回ねケンタッキーさんばっかで申し訳ないですけどね本当はねマクドナルドさん次はマクドナルドさんで、ね、なんかね限定バーガー見てたんでそれ買って動画しようかなと思ってたんですけども、ついね買っちゃってもうねキャンペーンでね安いのがあると買っちゃって買っちゃうんで、もうでちょっといただきます。うんうん、すっきりして美味しいんですよこれ。うん、こういうやつね、ドライサワー無糖、無糖ねドライサワー。本当もう焼酎、うん、なんかレモンとかそういうの入ってるのかなと思ったらそういうのじゃなくて、もう焼酎酎ハイ用になんかでもクエン酸が入ってるとかって書いてあったかな、うーんね、どっかにどっかに書いてあったような気がしたけど、あここここ読めるかな、クエン酸配合って書いてある。で酸っぱいのかなと思って、あのレモンハイみたいになるのかなと思ったら酸っぱくはないんですよ、うん、すごくこうドライな感じっていうかキレのある感じっていうかそういう感じのサワーになります。うん、じゃあどうしよう、これビスケットか、自分で頼むことないんでね、めちゃめちゃ久しぶりかな。あーこういうやつ、こういうやつ、わー久々見たなこれ、ほら自分でこれ頼んでね買って食べることないんで、こういうのについてこない限り食べないんで、ちょっと待って、まあ、見えるようにしておいて、よいしょ、でメープルシロップ、メープルシロップ切れねえ、こっちからか、メープルシロップ、おーこのぐらいにしといて、わあ垂れる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 、うわほら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 、いただきます。うん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 、ああやばいやばい、うまっ、もちもち、もうちょっとかけよう、今日はねこれが入ってるんでねバーガーは買わなかったんですよ。うん、うん、もっちもちすごいわ、久々食べた、じゃあまたキリンタンで行こうかな。いやこれで1000円はいいわ。
追加でねバーガー買っちゃうとね、これは1000円だけどね、バーガー買って400何十円しますからね、440円ぐらいするんでしたっけ、チキンフィレバーガーとかね、そうすると結構な金額になっちゃうんで、うん、1000円ならいいですよね、ポテトもついてるしね。今時ラーメン屋さんいても1000円ぐらいもうあっという間ですからね。長いのが1本、おお長っ長っ、 こんな長いさ。いただきます。うん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 、長いこれも。これね、ポテトとかも自分で買うことあんまないんだよ、もう久しぶり。うんうん、あこれちょっと待って、長いの食べちゃったか、これ長いかな。あ長いのもうないな、これシロップつけて食べたら美味しいかも、甘じょっぱくなって。うわーやばい、垂れるこんな感じね。うんうん、甘じょっぱくて美味しい。ポテトのね塩気にね、このシロップの甘みがね、甘じょっぱくて美味しい。じゃあドラム行くか、これまでついてて食べかけだけど、こっち行くか。一応ね、動画で紹介したいんで。わあこういう感じになってますね。もう剥がれちゃって、もうこういう感じね。ドラムね、ドラムも結構人気ありますよね、ジューシーで美味しいってね。でいただきます。ドラムはパサパサしないよね。うん。美味しい。うん。うん。このウェットティッシュね、100均でいつも買ってて。で、最近やけに減りが早いなと思ってたらね、ちょっと待って、これね、いつも使ってるウェイトティッシュ、いつの間にかね17枚入りになっちゃってて、もうすごい減ってて、なんでね、もう最近やたら減るなと思ってたらね、枚数が少なくなってて、うんね。じゃあちょっとまた支配、今日は動画の尺そんなに言ってないと思うんで、これしかないんで、もうそろそろ動画も。あれかな、おしまい感じかな、一通り食べたんで。この間の動画がちょっと長かったんでね。15分くらいにまとめないとね、ちょっと厳しいですけどね、なかなか見てもらえ、長いと見てもらえないんでね、もう見てく、見てももらうこともなかなかできないんでね、長いと。じゃあどうしよう。
さっきのねポテトもうまかったんだよな、シロップつけて食べるの。これうまい。このシロップだけって別に買えないのかな。そうなんですよ、ポテトとこのシロップ買って食べるのも美味しいかもしれない。うんうん、おすすめ、甘じょっぱって本当美味しい。では今日はねケンタッキーさんでね、またね毎回申し訳ないですけど、今日はファン感謝祭パックということでね、また新しいねあのお得なパックが出たんで、今日はねそれで宅飲みしてみましたね。ではあとはねまた他の方の動画でも見ながらねゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますんでよろしくお願いします。あ、さっきのあのドラムは食べかけちょっと映すのがあんまり綺麗じゃないかなと思って寄せただけで、あれまたちゃんと続き食べますからねではね今日のところはねこの辺で締めさせていただきたいと思います。